はい、こんにちは。ネスさんです。今回はね、ハードオフで買ってきたジャンク品をね、いっぺんに紹介したいと思います。結構量が多いので、まあ、さっさとやっていきたいなと思ってますが、多くなかったらごめんなさい。まず1点目、こちらでございます。ニッパーですね。ニッパーはね、ずっと欲しいんですけど、ちゃんと買ったことがないんですよ。まあ、ニッパーってわざわざ買わなくても、なんとなくいけそうな気がしがちじゃないですか。僕レベルになると。もうね、いい加減すぎて、切れたらいいんだし、切れるやつ欲しいなと思うんですけど、わざわざ買うのもなっていうので、ずっと買わずにいるやつです。で、たまにどうしても欲しくなって、ダイソーのやつを買うんですけど、ダイソーのやつでは切れないっていうね。そういう、シンドロームなんですけど、これ今見てたんですが、エンジョイホビーライフニッパーっていうので、ブラニッパーかな、ベビーニッパーかな、なんか、売ってますね。あ、これか。ありました、ありました。峰島のベビーニッパー D1 っていうやつらしいです。561円ぐらいで買えるやつを、私はこれ多分200円で買ってます。しかも、硬い。ので、くれる必要がありますね。多分、くれ556。多少錆びついてるけど、いけると思うんですよね。ほら、復活してた。ほら、ということでね。ちょっとね、止めがないのが、ですけど、もう復活しましたね、完全に。これでいいと思います。が、残念なことにですね、こいつのこれを切るのに今まさにニッパーがいるんですけど、ニッパーが使えないので、こいつしかいないからね。あ、もうこれで切りますわ。はい、OK。ね。ニッパーのデビュー戦を今目の前でニッパーから取り上げてしまいましたけど、一応これでこの、ね、復活したわけでございます。ちょっとね、この辺とか、欠けてるとことかもあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。ちゅうわけで、まず1点目でございました。で、次はですね、こいつでございます。ワークライトですね。アストロプロダクツのワークライトを、これはね、880円で買いました。ね、ワークライトは何本あってもいいですよ。ね。何本あってもいいですからね。っていう、誰のネタでしたっけ？何本、いくらあってもいいですけどねっていう、なんか芸人さんいましたよね。思い出せないな、もうダメですね。で、前に買ったのはこういうやつなんですけど、こういうやつと同じような感じで、このワークライトも同じく充電式です。で、もっとわかりやすく、スイッチオンで光る。ほら、光ってるでしょ？スイッチオフで、ね、いっちゃうわけです。で、ここに充電が見えないかな？ここにね、見えないよね。ミニ USB。じゃあ、マイクロ USB。で、充電する、あれになってます。で、このね、引っ掛けのフックが、カチカチカチってこういう感じで、カチカチカチっていう感じでね、ブラーンってならないやつです。で、案外ね、あれですね、ここは金属なんですけど、他はラバーなんですが、全然分解は始まってはいないです。で、こいつは、今も売ってまして、アストロの楽天市場店では、4378円してますね。WL778 っていう型番らしいです。COB を搭載した充電式の作業用ライトです。内蔵バッテリーはリチウムイオンバッテリーを搭載し、明るさ、ローで最大、5時間の点灯が可能です。お、ローってことはこれ調整できるのか？え、調整どうやってやるの？え、調整どうやってやるの？調整？っていうか、こう、側取れんのもびっくりしたけど。点灯ボタン、はい、ロー。あ、なるほどね。え、はい、オフ、あれ？ローがないぞ。でも、ああ、なるほど。これは多分レベルが低い方なんだ。ローがないタイプなんだ、きっと。多分そういうことか。じゃあ何、型番変わるってことですか？でもこれじゃないんかな。これだと思うんですけどね。まんまこれなんですけどね。どこにローボタンがあるんだろう。まあいいや、ごめんなさい。同じものを探せなくて申し訳ないんですけど。だってほら、ここにも光るやつあるもんね。ちっちゃいチップが。LED のチップが、ちょっとピント合わないけど、ここにもチップがあるんですよ。
でもこいつ光ってないんですよね。こいつ光らせる方法があるのかな。はい。連続でしても変わんないな。そう、壊しそうなんで、もうこの辺にしときます。これ2点目でした。こいつでございます。こいつはね、前に紹介した同じメーカーの DVD プレイヤーなんですよ。KC606 っていう、壁にこうかけるタイプの、ブラケットがないんですけどね。まあ、ブラケットなくてもなんとかなるじゃないですか。この程度、このレベルのブラケットだったら、別に、何でも作れるし、なんならなんか普通の LG バンバンって言ってここだけ引っ掛けたら止まるんで、ね、全然こんなのはいける範囲だと思うんですけど、LG、調べようか。KC の -606。ああ、売ってるわ、やっぱり。Amazon さんで9000円？あ、中古でね。だから実際は9000円じゃないんだ。過去にいくらで売ってたんでしょうね。まあ、どうせ3000円ぐらいのもんじゃないですかね、こういうのって。何ぼら売ってたんですかね。オークションでも今売ってんな。ああ、1500円で売られてるけど。あ、僕は、これは青なんで多分500円で買ってます。こいつは、ここを押すと、ピカって開いて、ここに DVD を入れるんですけど、まあ、基本的には僕が今ここにある、CD プレイヤーと同じですね。多分ここが、あれになってるんだと思います。なんだっけ。スピーカーになってるんだと思いますよ。試しにちょっと、USB で、電源オンしてみましょうか。同じなんで、多分ここ引っ張ったら電源オンするはず。これで引っ張ったら、あれ電源がオンならないぞ。あ、なってるか。DVD play。あ、なってます。ちょっとじゃあ CD を入れてみましょうか。CD をね。これで CD も普通にいけますね。あとは DVD を多分出力できるんだと思うんですが、してみましょうか。ちょっと待ってくださいね。私の DVD を再生をすると、だいたい DVD チェックはこの柴田純ですね。よいしょ。これを入れて、で、HDMI を。どうだ？ほら、ここにあるんですよ。見ます？ここに HDMI と USB と、イヤホンジャックがあるんです。で、ここに、今挿したんですけど、キャプチャーできるかな？あ、できてる、できてる。こんな感じで、ちゃんと、強くされてますね。今ちょっとモザイクで見えないと思うんですけど。なんかちょっとアスペクト比がおかしいんですけど、一応出せてますね。すげえアスペクト比がおかしい。モードとか押したら見れるのか ?USB Play。ああ、なるほど。さっきの USB、USB プレイヤーか。Bluetooth。あ、Bluetooth もあんのか。FM Radio。 FM Radio もあんのか。じゃあ FM DVD Play。 USB Play。 めっちゃ喋ってくれるやん。まあ、でもまあ大丈夫っぽいですね。まあちょっとリモコンがないのが痛いですけど、ちゃんと使えるんで、まあこれは良かったっすね。いいと思います。で、あともうちょっとだけあります。こいつですね。これはまあ皆さん知ってる三角定規なんですけど、お値段がめっちゃ安くて、110円なんですよ。三角定規って皆さん買ったことありますか？コンパスとか分度器と同じで、気づいたら、あ、危ない、今ニッパーを使わずに終わろうとして、このニッパーね、ニッパーで、わら、もう簡単に切れちゃう。気づいたらない文房具ランキングで高いですね。これは、コクヨさんの、
ね、ちゃんとしたメーカーです。コクヨさん、イスペットは知らないですね。イスペットさん。で、これもコクヨさん。コクヨさん。これもコクヨさん。特殊級って書いてますね。でもちゃんと JIS 規格の通ってる。まあ、コクヨさんなんで当たり前なんですけど。1012、TZ1012、出てこないね。ああ、なるほど。メモリは一応あるぞ、これは。メモリがないやつもあるのか。メモリがないやつ買ってどうするんだ。製図用三角定規っていうものを言うものらしいです。だから、こんな感じで、こんな感じでこう直角出したりとかするんじゃないですか。これは安いでしょ。これは絶対に安い。で、次、こいつです。扇風機ね。扇風機。結構いろんなとこに転がってる扇風機なんですけど、これね、コードなしで100円だったんですよ。めっちゃ安いでしょ。もういらないじゃんって話なんですけど、ちょっと欲しくなっちゃって買っちゃいましたけど、これはなんだ、クリップ式。クリップ式扇風機。一応ね、多少バージョンは違うっぽいんですけど、西松屋さんとかバースデーさんとかに売ってる赤ちゃん的なこうベビーカーとかにつける用のやつらしいです。で、それを読んで気づいたんですけど、どうやらね、ここ電池入るっぽいんですよ。うえい、大変だ。液漏れしてますね。くそ、触んなきゃいけないな。液漏れを触るのが好きな人はいないですけどね。アルカリでこんだけ盛大に行くのは珍しいな。はい、めちゃめちゃ綺麗にしました。まぁ、ちょっと残ってますけど、まぁ、これで行きりゃいいかな。取り除いて、接点復活剤拭いてゴシ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 して、最後はブロワーでぶっ飛ばしたって感じです。ね、これコードなしで書いてますけど、絶対、液漏れ気づいてると思うんですよね。気づいてないのかな。まあまあ、性善説に乗っ取って気づいてない可能性あるよね。これで回らない。回らないな。やっぱダメか。あ、いてた。ちゃんと回るわ。とってもいい、そういうことですよ。いい感じです。はい。で、せっかくだから USB も確認しましょうか。これが USB ですね。やば。やば、回転やば。めっちゃ回ってます。さっきと全然音が違いますね。まあまあ、ね、モバイルバッテリー、持ち歩けばなんとかこういう運用もできるよ。まあ、実際だってこれがあるってことはそうですからね。今メルカリで販売してるやつで、マイクロ SD になってるやつもあります。絶対その方がいいですよね。こんなね、2USB このジャックみたいなの持ってる人って、まあいない。なんか買った時についてきてもそれは何か用なんで、わざわざこんな買い集めてる人まあいないでしょうからね。まあでもこれいいでしょう。ね、もう夏が終わろうとしてますけど。もしかしたらもうすでに終わった状態でこの動画を上げてるかもしれませんが、そんなことでございました。最後。ああ、嘘、最後じゃないです。あと2個あるんですよ。多いでしょ。なんかね、珍しくポイポイポイと書いちゃって、せっかくなんで、いっぺんに紹介しとこうかな。いや、はい、これね。これが、GAV-348B ボックスタイプっていうので、なんかね、AM5.40、から1600、FM は76から1000、いや、108MHz? 電源は DC6V、単入4つと、携帯電話出力 DC5V、リーベックス株式会社メイドインチャイナなんですけど、見たことないですか?ネットで検索してもそんなに出てこなかったんですけど、僕何回かこれ見たことあると思うんです。見たことあるんですよ、これ実際。まあ、550円でね、買ってるんですけど、これ何かっつったら、この中に、こんな感じで、こうなってて、まあ、ここに物とかいろいろ入れれるんですけど、まあ、これゴム足が入ってて、これは、なんかあれですね、軽い説明書みたいに入ってて、で、これがね、ほら見てください、時代を感じるでしょ。あれですよ。こういう、フォーマとかね、
書いてる、そのガラケー時代の充電コードが au 用とドコモ用とボーダフォン用もありましたね、になってますと。で、これ説明書っすね。で、なんだあれ言ったら、ここに充電池と乾電池ってのがあって、乾電池にしたらここに、で、今はこれ乾電池じゃないですか。これを充電池にして、ここを回すと、これ大、これここにレバーがあるんですけど、これ回すと多分ライトがつくんじゃないかな。光りました。なんだかわかんないけど一応光りました。なので使えるんでしょう。はい、まあそんな感じです。ここはね、一応なんとかつまめました。頑張って力を超えたら AM、FM でサイレン、ウォーウォーウォーってサイレンがね、鳴るようになっています。まあ、そうですね、その、蓄電池のね、構造が気になってるんですよね、この蓄電池の構造が。まあ、ここ蓋開けたら多分リチウムイオンが出てきて、そこに、あれですよね、どうすんのかっていうのは見えてくると思うんですよ。で、場合によってはそのリチウムイオンの、容量を上げてやったら、これ結構面白いデバイスになると思いませんか。当時はね、リチウムイオン、それはね、全然やっぱ大きいのはつけれなかったと思うんですけど、まあ中の構造にもよりますが、結構がっつり溜めれるタイプのリチウムイオンだったら、ちょっと可能性あるんじゃないのかなと、個人的にはね、ちょっとドキドキしてるんですよね。これで、もうこんなのはもう分解の、あれですね、楽しみがあってこその商品ですから。さあ、リチウムはね、たったのこんだけです。NIMH 3分の2 300mAh の 3.6V ですので、これより大きいのをここにつけることによって、あれですね、面白いことになるんじゃないかなと思います。仕組み的には面白いですね。これは面白いな。これだから容量を変えてやったらちょっと面白いことになりますね。ちょっと調べます。はい、いろいろ調べました。この NIMH ってなり、ニカドか、ニッケル水素充電池かなになるみたいで、ニッケル水素充電池。まあ、それなりに安全性も高い電池らしいんですけど、今ついてるのが 300mAh の 3.6V。まあ、電池ですよね、3.6V。で、300mAh ですげえちっちゃいんですけど、なんか調べたら、まあ、Amazon でも多少売ってるし、まあまあ、だいたいこういうのって、もう全く同じやつが、アリエクスプレスにもたくさん出てるんですよ。で、ヤフオク見てても、ヤフオクでもね、出てますね。2000mAh で1980円とか、なんかソーラーのなんか、あれですよ、ライトとかのように使ってるようなやつがいっぱいありますね。まあ、それを買ってつけてもいいけどな。それするんだったら、あれも欲しいですよね。残量がわかる。簡単にわかるやつつけたいなって思いますけど。まあ、そこまでするかな。してもね、使うかなっていう問題もやっぱ出てくるわけですよ。そういうところがあって、ちょっと今悩んでます。改造しても面白いよなーって。こんなに容量あるからね。でも前に直した、もう皆さん、覚えてないと思うんですけど、まあ、僕もね、あまりに再生されないから消した方がいいって言われて消したんですけど、なんか全然再生されないやつはね、消した方がいいって書いてたんですよ。なんかそういうのを、そういうせいで余計に見られなくなるっていうんでね、もう本当にもう僕の、YouTube チャンネルはですね、フォーマットチャンネルで、もう、なんだろう、オワコン通り越してるんですよね。YouTube さん的には終わったチャンネルなんですよ。オワコンじゃない。終わったチャンネルなんです。だから全然、新規の人も見に来てくれないし、心優しい、視聴者さんがいつも、まあ、動画上がってるから見てやるかということで、見に来ていただいてるおかげでですね、なんとかこう、生き延びてる。そんなチャンネルなんですよ。だからまあ、少しでもね、延命できるように、ちょっと主張のあれを変えたいなと思って、読んだやつに、とりあえず、
ああいう動画は消せって書いてあったんで、まあ、とりあえず消したって感じです。まだ、あれですよ。俺の横で寝てます。全然使えば当たり前なんですけど、全然元気に動作するようになってるんで、あれね、直したところで売っても、バッテリー代にもならないです。だから、売るっていうことはないです。あれは、どっかのタイミングでまた使うときが来るのをずっと待ってます。完全放電しないように、ちょくちょく充電してます。はい。だから、そういうことが起こり得る可能性があるから、そうだな、ちょっと難しい問題だなって思ってますね。最後なんですけど、これちょっと掘り下げません。中身だけ確認して、あれですね、本当に年に3、4回しか更新しないガジェット系のチャンネルでね、やろうかなと思ってるんですけど、キマファンっていうところのワイヤレスマイクロフォンっていうのを買いました。ジャンクでね。これ、そう、1100円で買ってるんですよ、1100円ね。で、これ多分、買う前に調べたんですけど、中身揃ってるかわかんないんですよね。閉まってるから。キマファン。ワイヤレスマイク。これかな？これかな？こっちかな？合ってたら、これですね。キマファン 2.4GB ワイヤレスマイク、無線ラベリアマイク、小型軽量外付けマイク、50メートル伝送距離、自動ペア、動画撮影、集音、ライブストリーム、うんぬんかんぬんっていうやつがないかなと思ってます。11,999円。頭に書いてますね。KM-G50-1 って書いてます。まあ、頭入ってるから決めましょうか。動作確認とかはね、そっちの方でやることになると思います。揃ってたらって話ですけどね。お。よし。Amazon の出品ページで確認しますけど、充電に使う特殊な2本出しのタイプ A の USB コード、これ書いてました。で、あとは、あれですね、マイクのモフモフが1個、あ、中にもマイクが入ってます。1、2、3、4、5個。5個入ってます。で、これはね、僕が見ているページには存在しない何かですね。あ、iPhone 用のやつかな。iPhone 用のやつですね。で、これとこれが本体か。じゃあ合ってんじゃないですかね。合ってんじゃないかな、どうす。で、長押しで電源入るのかな。電源入ったわ。ほら、電源入った。壊れてない。大丈夫。ちょっとじゃあ、長押しして電源切って、片付けておきたいと思います。ちょっとこれはまたそっちの方で。これ、1万1000円のやつが、その値段だったら安いっすよね。はい。ということで、今回はね、1、2、3、4、5、6、7点のね、紹介でした。結構量多かったなと思うんですけども、まあそんなに全部高いものはなくて、まあちょっとこれが少し高いかなとは、まあ値段的にはね、でもまあ、全部割安で買えたんじゃないかなと思います。これはもう実験で買ったんで、ね、人によったら500円高いって思うかもしれないけど、これヤフオクでまだ3000円ぐらいで出してますよ。売れてないですけどね。多分売れないでしょ、3000円では。今更ね、もっといいやつありますからね。災害対策で言えば。もっと安いのもあるし、電池だけだったらリチウムイオンでいいから、あとはね、前にも紹介しましたけど、こういうソーラーとかと併用して使うとね、全然そっちの方がいいに決まってるんで、ね、そっちの方がいいに決まってるんじゃないですか。と僕は思うんですけどね。まあでも全部それなりに使えるのでいいんじゃないかなと思います。これはちょっとわかんないですね。車にたまにこう、使うのに乗せとこうかなとも思うし、まあ微妙っちゃ微妙。もう夏も終わるからね。とは思うんですけど、もうこのニッパーは今日もね、いっぱい使えてよかったかなと思います。このキマファンだけちょっとガジェットの方で出すので、もしよかったら見に来てください。あんまりそんなに見に来られる方はいらっしゃらないし、登録者も、ここも少ないですけど、もっと少ないんで、もう本当にもう、
もう吹いたらなくなりそうなチャンネルなんですけど、一応僕の中でこだわってはいないな。それ一応切り分けてやってる感じなので、もしよかったらそっちも見に来てもらえたらと思います。当然こっちメインなんで、こっちの方はなるべく定期的にやっていこうと思うんで、もしよかったらチャンネル登録いただいて、他の動画も見に来ていただけると嬉しいです。まあ、この動画についても何かございましたら、評価やコメントいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。